ントでしたね。はい、読売巨人軍の大塚です。読売巨人軍の大塚です。何年目ですか？じゃあ自己紹介自分でした。3年目の読売巨人軍の大塚です。打撃投手の大塚です。もう一回最初から敵を使うか、うわーってなるとまた3年目の読売巨人軍の打撃投手の大塚です。3年目の読売巨人軍の打撃投手、3年目読売巨人軍うわーやばいよ、やばいよ。3年目読売巨人軍3年目読売巨人軍の大塚です。あっうわサメにうわーっどうしよう、頑張った。もう一回気をつけ。はい、3年目読売巨人軍3年目読売巨人軍大塚です。打撃投手大塚です。3年目読売巨人軍打撃投手大塚です。うわはい、もう一回自己紹介、自分の自己紹介、気をつけ、気をつけ、はい、おはようございます。3年目気をつけ、3年目読売巨人軍打撃投手大塚です。もうすぐ、すいません、3年目読売巨人、3年目読売巨人軍大塚です。もうすぐ、まだ上向いてるから、すいません、楽天から来たんだけど、楽天の時のあのインタビューもめちゃくちゃ面白いから、あれやばいよね。はい、気をつけ、まずはまずうわーってなってるよ。ちょっと鼻が出てきたんだ。はい、なんで自粛自粛中ね。はい、これダイエット中なの、うん、はい、めっちゃアイスクリーム食べてんねんけど今日大塚くん密着やばいっすよ。大塚くん今日何組目？2組目です。あ、ウィーラー。はい、ウィーラーとあれだよね、楽天時代、はい、食べてます。食べてる。一緒に飯とかよく行って、仙台駅の近くで飲んだことあります。さあ一緒に通訳さんなしで通訳さんなし通訳さんなしでどうやって、はい、どういう風に飲むの。なんかもうあれですよ、ジェスチャー、雰囲気で楽しんでました。ああ、なるほどね。ウィーラー実際に来てなんか会話とかしました？はい、あ、英語で言ってたんで分かんないですけど、すいません、うわーみたいな感じでした。やばいっす。大塚特集。違う。いいよ。ラトキさんが。いいよ。再生回数。
さ、30秒だよ。30ですか。でも元木さんが入っとけば再生回数上がるんですよ。元木さんをさ、入っとけよかったよ、お前。言い方よ。楽天で一緒にやってるから。楽だね。友達や。Otsuka, good pitch. Very good pitch. Big big pitch. Otsuka. Otsuka. Oh yes, yes, yes. No problem. Every day good. Mean not good pitch. Mean a good pitch. Okay. Thank you. Hi.